織田し室天保3年7月9日は、江戸時代後期の女流絵師。本名は、津田正恵。桜を題材にした絵画を得意とした。安永8年、大見国神崎郡河合寺で、地表700国を領する津田内、匠貞秀の長女として誕生。名は正恵。津田家は、織田信長の旧男、織田信貞を演祖とし、豊臣秀吉より、 神崎軍内み園の僧に両国を賜り河合寺に館を築いた。信貞は関ヶ原の戦いにおいて東軍に属し、以後は徳川家康に仕え旗本となった。代々江戸に住んでいたが、信貞の次男で後家旗本であった織田忠雄家の孫、織田長常が両国河合寺に陰性し、津田勢を称したことから河合寺津だけは始まる。 幼い頃から絵を描くことに優れていたと伝えられている。父、サダヒに男子がなかったことから、マサが十代前半の時、ヌイドの除菌山なる風流人を婿に迎える。室室は京都に移り住み、やがて娘が生まれるが、完成六年に娘は養成する。その後、京都なる滝の女流画家で王家の写生を得意とした山、熊六皇に入門し、本格的に絵を学ぶ。 サンクマロ公園の入門は、室室自身が桜を描くことが好きであったことによる。画名を、室室とし、これは、風の吹くよう、あるいは新緑色を意味する。早くも、完成8年と、翌9年京都の東山新書画展に、夫と共に出品している。ところが、夫も、完成9年に死別する。文化7年の近世早富賀市には、 平安人と記載され家に住んでいたようだが、その後、河井寺の本家に戻り、11歳年上の、彦根藩史席許可の三男、信明を執筆の婿養子、津田信明として迎え入れた。しかし、文化10年出室が35歳の時に、夫、信明は病死し、その後は再婚せず、この佐大津の教育に徹する。定一成人後の50歳前後で啓発。 妹の八千代と共に陰性した。なお、佐田いつも母同様の桜図が数点確認され、八千代も絵を良くしたという。また、室室に弟子がいたという書伝はないが、森山照子という絵師が、室室に類似した桜図を描いている作例があり、室室の弟子だと考えられる。天保3年に54歳で死去。墓は、河合寺にある津田家の菩提寺。 サイレンジにあり、法名は、千ン、清新伝天誉れ快楽名を大し。なお、墓は、自分が写生し寺に移植した桜の下に設けるよう、遺言したが、2018年現在はその桜はない。室室が描く絵は、ほとんどが桜絵であったことから地元大見では、小田桜と称され、今も、数多くの作品が残る。露光文化で、室室の名は、 類ぐまれな三色手法より高く評価され、室質,質が桜の絵を描いていると空飛ぶ鳥が実物と、間違いその絵の桜に泊まりに来たとの逸話も残されている。室質,質の楽観や画風の変遷はおよそ4期に分けられる。第1期は完成後半から今日は初年までの結婚から死別を経て再婚するまで。歓喜には、織田せを記さず、室室の見印、印には、 お出し女、室室の代員を用いる。画風には、氏、露行の影響が残る。第二期は、共和初年以降から文政四年二十代から四十三歳までで、佐大津が成人する頃までにあたる。楽観に、お出姓をほとんど書き込み、お出し女室室と記す。印は、第一期の代員は使用せず、お出し女、室室小印と、押し花火と印を組み合わせる。 作風は、詩と決別し、桜そのものの描写に重きを置いていく。絵の上部は、幹の上を花が覆い、絵の下方からも若枝が伸び花を咲かせるといった二層式構図が、典型的に用いられる。第三期は文政四年から文政十二年五十一歳まで。もっぱら、定一母と記す記は、第一期の題を再び用い、いえ、 在庫史経南岸の巨大院を併用することも多い。画風は最も特徴的で、地面は盛り上がり幹は、老木となって、花はみっしり咲き誇る、意識も力強い作品が多い。第四期は、文政十二年から没年まで。落款は、定一、母から、お出し女室室に戻って事態は細く弱くなり、印も第二期のものに戻る。画風も、優美になり、 繊細かつ演熟した作品が残っている。ありがとうございます。